どうも、まさイです。お願いします。さあ、今回はね、2024年、ワクラユース、全日程終了ということで、全順位が決定しましたので、そちらの方を見ていきたいなと思います。前の動画ではね、グループリーグ終了、そしてね、決勝トーナメントね、組み合わせというのをやったんで、今回はね、そこから、どういう結果になったのか見ていきましょう。さあ、44チームが出場したこの大会、まずはね、半分の22位まで見ていきましょう。こうなりました、どうぞ。 さあ43位は地元石川県のね金沢学院大付属そしてね京都共栄高校となりました41位が関東の強豪桐生第一そして日体大,大柏そして37位に鹿島アントラーズが入っております33位35位は伝統校が多いですね四中高ね作用学園そして浦和南藤枝東という伝統校ぞろいとなりましたさあ唯一ね B チームが出場している日大藤沢は 31位と。インターハイね、全国ベスト4の提供長岡は29位。2019年準優勝。そしてね、去年ね、決勝トーナメントまで行きました浜松開誠館は26位。J アカデミーのジェフ千葉が22位となりました。さあ、半分見ましたが、本当に強豪多いですね。まあちょっとね、A チームで参加、B チームで参加でね、定かではないチームもありますが、 競合ぞろいとなっておりますさあそれではね21位から一気に1位まで見ましょうこうなりましたどうぞさあ21位がねプレミアの前橋育英となりましたそして東海大福岡履正社東山星稜と競合交代連が続きましてここまでが順位決定トーナメントの出場チームとなりますさあここからが決勝トーナメントに進んだチームとなりますさあ決勝トーナメントのね組み合わせはこうなっておりました 特にね、右ブロックの方がね、激戦ブロックかなという感じでした。さあ、結果に戻りましょう。こうなっております。さあ、15位がね、岡山学芸館立正大湘南の中国チームが入ってきました。さあ、13位なんですが、予選グループではね、青森山田、日体大柏、広島南ね、すべて勝利3戦全勝で決勝トーナメントに出場してきました、帝京大カニが入りました。そして、11位にここが入ってきます。青森山田。 決勝トーナメント1回戦でね川崎に敗れましてこの後ね立正大湘南に勝利しましたが最終戦でガンバ大阪に敗退2021年2020年優勝チームは11位となりました9位はどちらも J アカデミー町田ゼルビアそしてこの間のクラセン U18 優勝のガンバ大阪7位がビッセル神戸市立船橋さあビッセル神戸はね去年優勝チームですが今回は7位そしてプレミアリーグの市船さあ5位が広告と大津 大津はね、去年準優勝チーム最終戦でね、プレミア対決となりました一律船橋に勝利し5位さあここからね準決勝まで勝ち上がったチームすべ、えー、て関東のチームとなりましたそして4位が西武大グループリーグからね非常にね調子がよく、えー、H グループを戦ったんですが桐蔭学園藤枝東帝京長岡すべてに勝利し戦全勝。 そして決勝トーナメント1回戦でも岡山学芸館に勝利そしてね広告に勝利準決勝で敗れ3位決定トーナメント戦まで行きましたそして3位が川崎フロンターレこの間のクラセン U18 準優勝チーム決勝トーナメントではね青森山田そして大津というねプレミアリーグ対決を制し勝ち上がりましたしかし準決勝では東院学園に PK 戦で敗退最終戦でね西武団に勝利し3位 さあ、決勝なんですが、日大藤沢 VS 桐蔭学園の神奈川交代連対決となりました。さあ、グループステージはね、2勝1敗で突破し、決勝トーナメントがね、すべて PK 戦で勝利となりました。ガンバ大阪、一律船橋、川崎、フロンターレという強豪を PK 戦で破り、決勝進出しました。堂々の準優勝。さあ、そして優勝なんですが、このチーム、日大藤沢 A チームです。そうですね、B チームも出場しておりました。 枕ユース A チーム優勝しました決勝もね同じね神奈川県の東院学園に3対0というね大差で勝利しておりますさあ決勝トーナメント1回戦はね浦和東に PK 準々決勝はねビッセル神戸に1対0そして準決勝で西武台を倒してきましたということで日大藤沢が優勝となりましたおめでとうございますさあベスト4なんですが神奈川のチームが3チームというね強さを見せました今年はね神奈川の大会と言ってよかったでしょう枕ユース さあ見ていただきました2024年和倉ユース全順位でしたさあ夏のね有名なフェスティバルも終わりましたしかしまだ育成年代ね夏の大会ねまだまだありますからそちらのね結果速報やいろんなチーム紹介雑学などやっていきますのでその時はねご視聴よろしくお願いしますそしてそしてチャンネル登録の方もお願いいたしますそれでは